はいどうも、関西は骸骨サバゲーマーの佐藤です。皆さんお久しぶりでございます。はい、ではね、久々の動画投稿になるんですが、今回は萌波さん主導の、セイバースクールだったりスパークサバ、どうしてもこちらの方はね、関東でイベントをよくやられてるんですけどね、昨今なかなかどうしてもね、ちょっと行きづらいと言いますかね、なかなか難しい世の中でまだございますのでね、どうしたもんかなと思って悩んだ末に、ちょっとせっかくなんでこのズームを使ってちょっとできないかなと思いついたのが、この関西リモートセーバーワークショップということで、今回ちょっとこちらの方を開催したので、ちょっとこちらの内容をちょっとまとめてお送りするのが今回だと思います。それでは早速いってみましょう。 VTR キューン。これ言ってみたかったんですよ。はい、では皆さんお待たせしました。午前中といいますかね、一部の方でまあ、ライトセーバーのフォーム7点で体得していただいたと思うんで、ちょっと復習を兼ねて一回通しでやってみたいと思います。じゃあ、皆さん最初礼儀ですね、覚えてますかね。はい、ブレード準備してください。斜め下に構えてください。はい、下ろしておいてくださいね。はい、ではゆっくりブレードを垂れてください。はい、起動。じゃあ右足を一歩引いてください。はい、発想の構えになりましたね。準備段階 OK ですね。じゃあここから1から7まで肩を一気にいきますよ。はい、右足を前に出して正眼、はい、正眼シーチャオですね。フォーム1シーチャオ。じゃあ続いてです。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。出た。おうまい。
それで、お互いの誇りと意欲、いただきます。貴様の家族を殺したのはこの私だ。ようやく会えた。この裏に必ず話がある。お前の仇をここにいるんだ。外国サバゲーマーさすがその命もらえる。構え方、持ち方からのね、あの様々な、7つのお女神さん流の7つの、正馬の型を学んでったということになります。いやー、やっぱりあの奥が深いですね。それでも今回このリモートでの授業の本来学ぶべきところとか多分いろいろあると思うんですけど、一応でもリモートでもできなくはないっていうのがこれ分かったんで、新たな、もしかしたらね、新たな生活に対しては新たな、まあイベント作りというか、そんな感じのことができたのかなということで、非常に楽しかったですね。あー、奥が深いですね。どうしてもやっぱりね、こんな感じで振ればいいやみたいな、いろいろあったんですけども、やっぱりセーバーはセーバーでの型というか、その動き方っていうのがあるんで、いやー、これをやってみなきゃというか、わかんない部分も多いですね。はい。というわけで、この反響がちょっと大きかったら、また次回とかで、もしか違う形で何かできたらなと、企んでおりますので、また皆さん、よろしかったら遊びに来てください。それでは、骸骨サバゲーマー、さすがのレポートでした。またね。